ガールズアクトリーの倉増ゆきです。今回舞台に出演させていただくことが決まりました。舞台の題名は明日君を食べるよという舞台で、今回少年役で初主演をさせていただいてます。主演が初めてということで、やることもたくさんあり、ちょっとすごい緊張してて、さらにこの舞台で歌を歌わせていただいてるんですね、初めて。で、結構たくさん歌があるんで、毎日毎日稽古して、でも演技の稽古もして、でも歌の稽古もしてみたいな。で、すごい戸惑ってるんですけど、一生懸命頑張ってるので、ぜひ見に来て、聞きに来てください。6月4日と5日にお茶の水駅近くの文化学院の講堂でやらせていただいてます。1日2公演の、全4公演となっています。チケットは3500円で、当日券も3500円で、ただいま発売中なので売り切れ間近ですので、ぜひ皆さん買ってください。ぜひ見に来てください。